ニュースポストセブンです。選挙期間中、支持率が急落している岸田内閣。参議院の補選も1勝1敗でした。支持率低迷が投票日まで続けば、自民党大敗の可能性もあります。政治ジャーナリスト野上忠興氏は、自民党が単独過半数を失えば、岸田首相は連立相手の公明党に政策与奪の権を握られると言っていい。それを防ぐには、日本維新の会と政策的に手を組んで公明を牽制し、自民と維新で法案を通せる関係を作ることが不可欠と指摘。しかし、これまで維新の会とのパイプ役を担っていたのは菅義偉前首相。野上氏は、岸田首相は菅さんに頭を下げない限り、維新とは話もできないとコメントしています。ニュースポストセブン。